ギボ先生、ギボ先生をご覧の皆さん、はいさん、さあ、今週はですね、おすすめの三新店紹介しましょう。需要結構あると思います。そうですね、今日ちょっと台本を書いてがっちり、レポートしてきましたので、名付けて、入門初心者からプロユースのお店まで、那覇国際通り周辺のおすすめ三新店を紹介。忘れてました、ギボ先生です。よろしくお願いします。沖縄は青い海と青い空だけじゃない。テレビやラジオ、インターネット、沖縄旅行に行ったことのある方は、ホテルや観光地、レストランで流れる三線の音色に心、癒された方も多いはず。最近では三線の演奏体験のできる施設も充実しており、本格的に習いたいという県外の方も増えております。今回は数ある、沖縄の三線店の中でも激戦区の那覇、国際通り周辺にあるおすすめ三線店を紹介しちゃいたいと思います。イエー。さあ、まず1店舗目紹介しましょう。1店舗目は、三線専門店ナビ三線。国際通りモノレール牧師駅より徒歩5分の三線店。若い夫婦で経営しているこちらのお店は、三線職人のご主人に奥様が店内スタッフとして接客をしてくれております。小さい店舗ながらも品揃えは豊富で、所狭しと三線や沖縄民謡の CD が置かれております。若い経営者ということもあり、ホームページもとても見やすく作られておりますね。三線の全国発送やネット販売も行っている店舗です。三線だけでなく弦や教則本、三線ケースやチューニング、チン並みの機械などの付属品をセットで販売する初心者向けのセットプランも多数展開しておりますので、ぜひおすすめの三線店行ってみてください。この三線店は入門初心者から中級者の方におすすめしております。価格帯は3万円前後からですね。ホームページもあります。さあ、2つ目、中峰三線店。国際通り突き当たりの浅戸交差点にある三線店が、中峰三線店。こちらのマスターミキさんは、僕はもう昔からの付き合いでよく、お世話になっております。店主のミキさんは、中峰ミキさん、一人で営んでおります。先代の、父に19歳で弟子にし、24歳で中峰三線店を継いだというミキさんは、黙々と作業をするザ職人といった感じの、真面目な印象ですね。これまで数々の賞を受賞している有望な職人さんのお一人。店舗というよりは工房に近い、出てるのかな、写真が、工房に近い雰囲気の店内で、量産するというよりは一本一本丁寧に仕上げる、質重視のお店という感じですね。もうこれはもう上級者からプロユースの、三線店になるかと思います。営業時間や定休日は不定期ということで、来店の際は事前にお店に電話をして問い合わせて伺うのが良いでしょう。そうですね、価格帯も要相談。ホームページなどはありませんのでね、店舗にね、問い合わせてみてください。3つ目、丸高ミュージック。丸高楽器、国際通りの真ん中にある丸高ミュージック。創業50年以上の、歴史ある老舗店舗でありながら、新しい三線の取り扱いも行う三線店。さあ、新しい三線とは何でしょう。エレキギターのようにスピーカーやアンプで鳴らすことを前提に作られたエレキ三線。エレキ三線知ってます？そのギターとかね、ベースとかいろんなそのでエレキギターとかのその楽器に線を刺す、線が刺せるようになった三線ですね。そういう三線とか、通常の革は、蛇の革やその柄を似せてデザインするボディの部分を、沖縄の伝統衣装瓶型模様で仕上げた三線や、沖縄戦争時代に生まれた空き缶で作るカンカラ三線。カンカラ三線もこれまでギボ先生でやってきましたね。ぜひいつの回かな、出てると思いますので、カンカラ三線をチェックしてみてください。ちなみにギボ先生、カンカラ三線はね、この、丸高ミュージックさんで、買ったかと思います。そんな、丸高ミュージック、他にもね、オリジナルの三線立てやストラップ、この店舗ならではの付属品も多数あります。もちろん通常の三線の取り扱いもありますのでね、ぜひ、足を運んでみてください。この、お店は初級、入門、中級の方にお勧めしております。三線の価格帯は3万円前後からとなっておりますね。ホームページもあるみたいです。さあ、4つ目、琉球楽器又吉。国際通り突き当たりの浅戸交差点を左に曲がり、国道58号線向けに300メートルほど行くと、右手に見えてくるのが琉球楽器又吉。お店の名前にもあるように、職人さんは又吉さん。
三線作りの職人としては有名な又吉新栄さんの技を受け継ぐ三線店。三線の価値を決める竿、棒の部分ですね。竿の材質や漆の塗り、革の張り具合、製作工程にもこだわった本格的な三線を扱うお店の一つですね。三線以外にも、琉球楽器太鼓や龍笛。龍笛もね、これまでやってきましたけどもね、龍笛やサンバ。サンバもやりましたね。サンバを扱うお店の、扱ってもいます。中でも琉球楽器の呼吸、呼吸ってあの2個のような、ね、沖縄の楽器がありますが、呼吸作りの老舗としても有名なお店になります。このお店は中級者から上級者にお勧めしているお店ですね。価格帯は8万円前後からの三振がありますね。ホームページもあります。チェックしてみてください。さあ、5つ目、宝楽器店。那覇の楽器店として有名な宝楽器店。国際通りのスターバックスからモノレール三重橋駅に向かう沖江通り沿いにありますね。通常の楽器店なので、まあ、主にギターやキーボード、打楽器や管楽器を扱うお店ですが、その中に三線のブースもあります。三線の譜面、楽譜や教則本、サンバや横笛、付属品も揃えております。三線の専門店ではありませんが、まあ、専門店ではないがゆえに、気兼ねなく立ち寄れる場所でもありますね。お店のスタッフさんも丁寧に対応してくれる印象でした。沖縄出身のアーティストの CD なんかもね、豊富に届いております。このお店は入門や初心者の、ね、方におすすめをしております。三線の価格帯は2万円前後から。ホームページもありますのでチェックしてみてください。さあ、ざっくりと、5つぐらいお店を紹介してきましたけども、最後、ちょっとね、特別編というか、紹介しましょう。沖縄三線製作事業協同組合。僕ら三線組合なんかとも言ってますし、僕も非常にお世話になっている店舗なんですけども、多分お店に行くと僕のギブちゃんのポスターなんかも貼られてるかと思います。国際通り朝戸交差点から徒歩5分ほどの場所にあるこちら、沖縄三線組合は、沖縄の有名な職人さんが10名以上、三線の職人さんが集まる総合店舗ですね。平成22年にできたこちらのお店は、これまでここで経営をしていた職人さんの作品を、1店舗に集め販売を行う三線店。有名な職人さんたちの三線をいろいろ引き比べることが、ね、できるのが最大のメリットですね。三線の上級者やプロの実演家の方が来るような店舗の一つですね。まあ、とは言いましても、まあ、入門や初心者の方もぜひね、プロや上級者の方が使う三線を知って奥に越したことはないので、ぜひね、遊びに行ってほしいと思います。上級者からプロユースの方にお勧めしている店舗なんですが、価格帯もね、15万円前後から、ちょっと高いんですけどね、15万円前後からホームページもあります。沖縄三線組合まで行ってみてください。さあ、今日はね、沖縄のおすすめ三線店那覇、国際通りエリアをねちょっと、紹介しましたけども、まあ、いろんなね、中北部、南部いろんな三線店ありますけど、やっぱり観光の方やね、地元の方も、非常にこう那覇とかは行きやすいと思いますのでね、近くにお越しの際は三線店いろいろ巡ってみてください。面白いですよ。あなたもぜひ。義母先生、バイバイ。